30代40代、まあ、これはアラフォーもそうですけど、アラフィフもそうですね、要は10代ごとにですね、やっぱりお顔についてメイクについて考え直すいいチャンスではないかと思うんですね。自分のメイクを見直すことでですね、やっぱり集客や、お仕事の成約率のアップにつながったりします。とにかくね、人に対する考え方を持ってるということですね。化粧の効果を自分の効果にもちろんすることも大事なんですけど、まずは人に対することを考えているということですね。そういう時にはやっぱり自分の殻を破っていくというのは非常に大事になりますから、これはメイクの力でやっぱり自分の今までの自分をリセットする、こういうふうな時のタイミングにはもってこいの効果があるわけですね。この MCI の段階で予防しておくと認知症に、突入しないということを言われています。まあ、今1から8番までかなりの効果を言わせていただきましたけども、そういうことって常日頃皆さんどうでしょうかね、感じてますか。こんだけの8つの効果が化粧にはあるんですから、これをですね、有効活用しない手はないと。まあ、ちょうど去年の9月30日にこの全国出版をして、決め手は1ミリ美眉メイクっていうのも書きましたけども、まあ、心理学と脳科学、これに裏付けられた独自のメイクアップ法ですので、まあ、本当にその女性の人生の中でのご縁とかね、あの 人とのご縁で人生が決まると言われますけども、やっぱりご縁を引き寄せたり、お仕事であればやっぱ集客とか、やっぱり売り上げにつながるようなこと、これはですね、自分のメイクでできるというふうにして僕は伝えております。まあ、そこでですね、ちょっと考えてもらいたいんですが、そもそもメイクは誰のためにしてますかということです。この自分のためだけのメイクをずっとしてる人が多いわけですよ。これ社会に生きてる限り、自分のためだけにやってるメイクというのは、人からするとめちゃくちゃ痛い人って思われる場合もあるわけですね。好印象を持たれてる人というのは、なんとなしに好意を抱いていきます。好感を持てますよね。好意を抱く、好意を抱くからこそその人が好きになるわけですから、まあ、好きから恋に落ちたり愛に落ちたりして結婚に至るわけです。これビジネスも同じで、嫌な人から仕事を取りたくないわけですね。やりたくないわけですね。嫌な人から物を買いたくないわけですね。だからやっぱり好意メイクっていうのは非常に大事で、この3つの考え方が僕のコミュニケーションメイクの主軸になってまして、この3つをいかに作るか、自分がいかに今日はどのメイクをするかということを考えられるか、これがですね、あなたは誰のためにメイクをしてきましたかっていうところなんですね。その時々に合わせてメイクを切り替えられるスキル、自分だけのメイクをする、そういうのは20代で終わりましょう。だからアラサーからのメイクっていうのは大人メイク講座って入れてますよね。大人の対応というメイクっていうことを僕は考えてまして、まあ、そもそもあの一番お似合いのメイクってないんだよということを考えてもらいたい。そうすればですね、自信メイク、好意メイク、働くメイクという3つのですね、いろんなカテゴリーのあるメイクが自分でできるようになりますね。同じ人なんですけど、僕の本講座、カリスマワビト本講座という塾がありまして、まあ、塾の講座の中でやってるんですけど、それはやっぱりこの3つを常に自分で考えて、さじ加減を自分でですね、変えて、印象を変えて、今日は自分のためにメイクしよう、今日は相手のためにメイクしよう、今日は仕事のために、職場のためにメイクしようというふうにして、いろいろと変えれるスキル、これを学ぶことが非常に大事でありますよということを、僕は大人メイク講座の中で常に提案をしています。まあ、僕のこの講座を受けてくれた方は、この3つの顔は自分で作ってくれてます。見え方が違うんですね。同じメイク見てるんですよ。この同じメイクを見てても、地味と思う人もいてれば、派手と思う人もいてれば、きついと思う人もいてるというね、なぜだと思いますかということを言いましたけども、これ生まれ持った気質、脳タイプを本人が全く理解していない、経験ないですかね。自分と同じ脳タイプであればなんか心地いいけど、全く違う脳タイプの人であると、なんとなしに違和感を感じて商品を買うタイミングをずらしてしまったことってないですか。例えばあんまりにもちょっと地味そうな人から商品買いたくないわなとかね。お仕事というのはやっぱり相手があってのことなので、自分はどう見られてるかということをまず知っていくことが非常に大事なんですね。だから全ての脳タイプのメイクをまず体験しましょう。どんな言葉を使ったら相手に響くか、逆にどんな言葉は逆鱗に触れるか、コミュニケーションの力というのはこれからますます、この社会にすごく重宝があります。まあ、こんなふうにしてノータイプ別のメイクっていうのは非常にですね、活用の幅が いろいろと出てきます。あとはですね、そのノータイプの思考をですね、理解してあげてくださいということなんですね。相手のノータイプの思考を読み解いていけば、
その脳タイプに合わせた会話をしてあげてくださいとか、メイクをしてあげてくださいということになります。低タイプは耳タイプに憧れ、耳タイプは目タイプに憧れ、目タイプは低タイプに憧れ、この、相関性があるんです。でそれを知っておけば、そのメイクでしてあげる。特に異性の場合はそれでしてあげると、まずまず好感度がアップして、知らん間にですね好かれます。逆にですね、苦手意識のあるメイクで行くとですね、異性の場合はすぐ逃げられます。あとはですね、この今度職業イメージに合わせたメイクをするね。今度は耳タイプですね。最後はね、まあ、耳タイプの特徴は、接客人のね、この礼節っていうのは結構マナーをも重視したりします。3つのタイプの中で一番ですね、まあ、時間をしっかりとじっくりとかけて検討するタイプなので、まあ、こんな風にして脳タイプに分けて考えただけでもですね、大きく接客の仕方、会話の仕方、対応の仕方ね、言動ですね、それからメイクの対応の仕方も変わってくるわけです。これを融合したのがコミュニケーションメイク、ね、メイクを変えて、言葉を変えて、言動を変え、まあ、言動というか行動ですね、仕草を変えたりと、そういうことを考えていくっていうのが、この僕の講座でやってることです。だからまあ相手をたった1回で引きつける見せメイク、これが大人のメイクではないかと僕は思ってまして、相手の脳タイプを意識して好感と信頼を得ましょうということで、お伝えしているコミュニケーションメイクでございます。